い、どうも、僕です。今日も世界遺産の勉強をしていこうと思います。今日紹介する世界遺産はこちらです。メンフィスのピラミッド地帯になります。国はもちろん皆さんご存知かと思いますが、エジプトにある世界遺産です。で、登録年が1979年になります。はい。で、まあ、ピラミッドといえば皆さんご存知の通り、古代の王たちが築いた巨大な墓ですね。墓になってまして、で、ピラミッドっていうのがその歴代の王ずっとがピラミッドを作ってきたっていうわけではなくて、そのピラミッドに、墓がピラミッドになる前っていうのが、日干しレンガなどで作られたマスタバと呼ばれる、角形の墓になってたそうです。まあ、日本でいう古墳みたいなようなものが墓として作られていたそうで、で、初めてピラミッドを作ったのが、皇国時代、第三王朝の、ジェセル王という方が、部下にこれまでの墓とは違う墓を作りたいっていうふうに言って、その、ジェセル王のその部下にあたる人が、まあ、マスタバに工夫をしてピラミッドを作ったっていうふうに言われてます。で、このジェセル王からそれ以後、第三王朝から第六王朝までの歴代の王様たちが自身の力の大きさを競い合うためにピラミッドを建造していったっていうふうに言われてます。で、このピラミッド地帯にあるピラミッドで一番大きいピラミッドなんですけれども、それがクフ王のピラミッドっていうような、多分皆さん名前は聞いたことあるようなピラミッドになると思うんですけれども、これになってまして、このクフ王のピラミッドっていうのと、カフラー王のピラミッド、あとメンカウラー王のピラミッドっていう、この3つのピラミッドを合わせて3大ピラミッドっていう風に呼ばれてまして、この3つが第4王朝の3人の王が作ったピラミッドっていう風に呼ばれてます。で、クフ王のピラミッドっていうのが、先ほど説明した通り最大のピラミッドになってまして、建造時の高さでだいたい150メートル、平均だいたい 2.5トン、2.5 トンの石が約230万個もこう組まれて建てられたのが、そのクフ王のピラミッドになります。 2.5 トン ×230 万個なんで、まあ、計算してみてください。めちゃめちゃ重いと思います。こう持とうと思ったら多分無理だと思います。で、このピラミッドを建てる工程、どうやって石を積んでいったかっていうのが、まだ分かっていなくて、これが世界の七不思議のうちの一つに数えられてます。はい。で、今日紹介したのがメンフィスのピラミッド地帯になりました。で、突然なんですけれども、今日のこのメンフィスのピラミッド地帯の世界遺産の紹介を最後に、この僕の世界遺産を紹介する動画っていうのは、最終回最後になります。毎回見ていただいた方はありがとうございました。また引き続き他のシリーズっていうのは上がっていくので、また引き続き、このチャンネルは登録したままで、そちらを見ていただければと思います。それじゃあまた他の動画でお会いするかは分かりませんが、機会があればお会いしましょう。バイバイ。